こんにちは、兄です。懲りずに仮面ライダービルドチョコを開封していきたいと思います。前回は3箱で42個開封したんですけども、まあね、当たりは出ませんでした。で、今回も3箱42個ね、開封していきたいと思います。で、毎年こういったチョコレートのね、開封見てらっしゃる方はご存知だと思うんですけども、僕黒く塗るのが好きなんですよ。で、今回もね、ビルドをちょっと黒く塗ってみました。ダークビルドみたいな、そんな感じなんですけど、最初ね、ここからバーっと塗ってったんですけど、なんか真っ黒になっちゃうなと思って、で、途中からこう少しね、縁を残して色をね、こう見えるような感じにしていったんですけども、どうですかね。なかなかよくできたかなと思うんですけども、まあ頭のここもね、最初からそういう風にしてればよかったなみたいな、そんな気がしております。ちょっとね、新しく塗り直す気力はなかったので、もうそのままいっちゃったんですけどもね。これが当たりだったらすごいドラマチックなんですけどもね、どうでしょうかね。それでは当たりをね、目指して開けていきましょう。一箱目いきますよ。よっしょ、フェイト外れ。二箱目、せーの、ドンと外れ。三箱目、せーの、よっと外れ。四箱目、せーの、ドンと外れ。5箱目、せーの、ドンと外れ。6箱目、せーの、ドンと外れ。7箱目、せーの、ドンと外れ。8箱目、せーの、ドンと外れ。9箱目、せーの、ドンと外れ。10箱目、せーの、ドンと外れ。11箱目、せーの、ドンと外れ。12箱目、せーの、ドンと外れ。13箱目、せーの、ドンと外れ。一つ目のボックスの最後になりました。14箱目でございます。せーので、ドンと外れでございます。いやー、あっさり終わるね。はい、一つ目の箱が開きましたと、残り二つのね、このボックスになります。皆さん、仮面ライダービルドご覧になってますでしょうか。今2話まで終わったんですけども、すごく展開も早く面白いですよね。で、まあここ最近のライダーの中では一番ライダーしてるっていうか、そのビジュアル的にもね、仮面ライダーあんまり見ない人でもパッと見れば仮面ライダーだってわかるし、あと設定もすごいね、そのライダー要素がバーンと出てますよね。おやすさん的な人がいて、喫茶店があって、まあ、その喫茶店をベースにね、こうみんながサポートしながら仮面ライダーは街の平和を守ると。で、仮面ライダーは人体実験からなんかこう生まれてるようなところがありつつ、敵スマッシュも人体実験が関係していると、まあ、怪人とライダーのそのね、要素っていうところはその共通の人体実験がまああるっていうね、こういった部分で本当にあ、仮面ライダーだなっていう感じがするんですよね。うん、まあ、どのライダーもみんな根底には仮面ライダーの要素しっかり入ってるんですけども、あんまりそれをね、バーンと表に出すとかっていうのはここ最近なかったですよね。だから、まあ、それがね、もう第1話第2話で思いっきり前に出てきてるっていうのが、まあ個人的には好きですね。うん、で、あと雰囲気が明るいだけじゃなくて、ちょっとこうね、ダークな感じもしっかりとあって、特にね、第1話のスマッシュの登場シーンが夜だったっていうのが個人的には良くて、ね、スマッシュ怖いなって最初のシーンで思わせたっていうのはすごいね、うまいなと思ったんですよね。やっぱりね、怪人って怖くないとダメな気がしていて、その子供が若干ね、嫌だって思うぐらいな、それぐらいのビジュアルと怖さがやっぱり必要だと思うんですよ。で、それがね、やっぱりここ最近のライダーは薄かったんだけども、
今回のビルドは第1話でいきなりこうね人を襲うシーンからこうスタートしていって、うん、うまくやってるなっていう気がしたし、ね、あとそのドラマの内容的にもなんていうのかな、ちょっと大人っぽい部分がこう出てるっていうか、うん、そうだな、あの 副長官でいいんだっけな、あのライターの人とねお話ししてる時に、まあ、あの続きはホテルでゆっくりととかね、ああいうセリフとかあの辺でそのこのね副長官的な人のなんかいやらしさっていうのがこううまく出てたりとか、まあ子供向け番組でそういうのどうなのとかってあるかもしれないんだけど、でもああいうのがあるからあの人はなんかこうちょっとねこう下心とかそういうのがこうね見えてる部分とかでなんかこうね一癖も二癖もある人っぽいなとか、だからやっぱドラマとしてそのちょっとしたねあれなんだけども、そういう部分があることによって深みが増してくるから、まあ、やっぱりそこはね頑張ってやってほしいところですよね。全部なくしちゃうとやっぱり面白くなくなっちゃうっていうか、仮面ライダーの立ち位置っていうのはそのスーパー戦隊よりももうちょっとね上の年齢層の、あの子供たちが楽しめるぐらいな、だいたい小学校高学年ぐらいでなんかねいろいろなことをこう覚え始めてちょっと悪さがねこう出てくるみたいな、それぐらいの子たちが楽しめるぐらいのあのドラマになってた方が面白いかなっていう気がするんですよね、うん、あとあの全体的な雰囲気が平成ライダーのまあファイズとかブレイドとかあの辺のなんかこうね要素もちょっとこう感じるっていうか、だからそういった部分で楽しみで仕方がないんですよ。はい、じゃあ2コメ行きましょう。じゃあじゃんじゃん行きます。さあせーのドンと、外れよっと、ドンと、外れ、もうガンガン行きますよ、よっと、外れよっ、外れ、半分終わっちゃうな、よっと、外れ、よいしょ、外れ、よっと。さあ今日の全体の半分、せーのドンと、外れ半分終わっちゃった。よし、もう巻きでガシガシといきますよ、よい、外れ、よっと、外れ、よっ、外れ、はい、外れ、チョコがすごい溢れてきた、よっ、外れ、終わっちゃう、はい、外れ、二つ目の箱最後、よっと、外れ、終わりましたうわー、2つ目終わっちゃった。最後の1個になります。はい、最後の1個はね、この黒い、これは最後にしよう、黒いのは最後にしようね、これに当たりが入ってるんですよ。うん毎度毎度ね、もうこの展開な慣れちゃったよもうね。えまあいいや、じゃあ最後ね3箱目いきます。この中に当たりは入ってるはずです。この黒が当たりです。よし、行こう、行きます、せい、よっと、外れ、せーのドン、外れ、せーのドンと、外れ、せーのドン、外れ、せーのよっと、外れ、あー開かなかった、よいしょ、いきます、せーのドンと、外れ。さあ最後の1列になってしまいました。いきましょう。あ、最後の1列じゃないや、この黒があるからね、これでこれ開けて最後の1列だね。はい、いきます、せーのドン、
ドンと、はい、外れ。ちょっと元気がなくなってきてるね。元気出していこう。せーの、よっと、外れ。いくぜ、よっ、外れ。せーの、ドンと、外れ。せーの、よっと、外れ。残り3個です。せーの、ドン、外れ。ラス2。せーの、ドン、外れ、外れ、外れ。そして来ました、ついに来ました、黒いやつ、ダークビルド。これに当たりが入っているはず、絶対入ってるはず。いきます。さあ、当たりは出るのか。せーの、ドン、外れー。これで84個開けたのかな。はい、まあ当たんねえな、ほんと。ね、毎度毎度で分かってはいるんだけど、これはやっぱりきついね。はい、そういうわけで、前回42個開けて、今回42個開けて、計84個、開封したんですけども、当たりは出ませんでした。実はね、まだあります、買ってあるんで。あと残りね、3箱ね、3カートンっていうのかな、あるんで、またね、チョコレートをある程度消費したところで、開封やっていきたいと思いますので、もしね、興味のある方はまた遊びに来てください。前回のね、チョコレートはね、半分ぐらい食べたところで、甥っ子が全部持って帰りました。親戚一同でチョコを食べるっていう、そんな感じでございます。はい、それではまた次の動画で。バイバイ。